八丸に対してなんかこうちょっとこう気になり始めたのはやっぱワイルドスピードですかね。もうとにかくその僕らもデザインだけなんで、まあ、足は足の専門、もうホイールはホイールの専門、チューニングはチューニングの専門で、チューニングに限って、まあ、SS ワークスのダニエルがやってくるんですけど、で彼が結構やっぱりあの走る人やし、まあ、そういう世界にだいぶ精通してて結構詳しいんで、うるさいわけですよ。この部分にこれぐらいの穴は開けといてくれへんかとか、同じ穴開けんやったらこの部分はもうちょっとかわしてここら辺に開けてくれた方がもっとこう冷却の効果があるだとか、そういうなんかここは絶対にもっとスムージングしていってくれた方がいいわとか、デザインは全然こだわらへんけどもっとここはこういうふうにしてくれと、その方がやりやすい、走りやすい、どうしやすい、まあ、そういうなんか走る人ならではというか、そういうなんていうか知識がある人ならではのそのなんていうんですかね、あの要望をぶつけてもくれるん で、その上でも好き放題、その中でまああの僕らの毒を入れていくというかいうのが結構こう形になってきた背景はありますね。京都在住なんですけど、あのロックバンドですね。でボーカルが僕ともう一人いまして、あとギターとベースとドラムっていう5人編成のロックバンドやってます。このお話ももらった時もね、そのやっぱ僕もやっぱこう筒井さんに昔から憧れてて、なんかそういうところは僕もやっぱ伝承してきたので、バンドでやっぱ世間一般のメディアではやっぱ取り上げてもらうこともやっぱ少ないし、やっぱりこう同じ業界の人がうわあいつなんなみたいな、だからそれが魅力みたいなところで維持張ってやってきたので、多分筒井さんもやっぱ車の世界でもそういうところは変わらずにやってきたんやろうなと思ったし、その維持張った者同士が今回ここで一緒に何かできるっていうことは僕にとってはすっげえ幸せなことだなと思いました。